萩野美穂は、北海道室蘭市生まれ、メキシコ合衆国メキシコシティ在住の日本人美術家である。北海学園大学法学部法律学科卒業後、1996年に、メキシコ国立自治大学芸術学部絵画学科に入学。2001年、インターメディウム研究所にて現代美術を専攻。現在は、メキシコシティに在住し、 インスタレーションや写真作品の制作と発表やワークショップなどで同国を中心に活動中。地理的、歴史的、身体的、アイデンティティ,ティ的、または社会環境により隔離された個人に傾注しながら人間の本質そして大衆の中の個人についての探求を行っている。主な作品にブルーピアノ、 プロジェクトハポンから記憶の中の国マイナスなどがある。近年は、肖像写真を呼び、風景写真を中心に作品を発表している。肖像写真の制作時には、対象者である共同体に長期にわたって関わるように意図している。主な写真作品に、メキシコ在住の111名の日系人のインタビューをもとに制作された、記憶の中の国。 メキシコのオアハカ州に在住するサポテ家族の性的マイノリティを対象にしたフチタンのムシェなどまたメキシコシティを中心に芸術を用いて社会とパブリックスペースに介入することによってより良い生活を目指す非営利団体ソーシャルランドスケープ基金のディレクターこの活動に関連して日本やメキシコにて人間の関係を再生するためのアートワークショップを 社会的弱者、貧困層の若者や、老人のシェルターに長期にわたって、定期的に届け、対象者の内部から、ポジティブな変化を即すための活動を行っている。2017年9月に起こったメキシコでの震災後は、若いアーティストたちが緊急時に市民を対象に、アートワークショップを行える、要、トレーニングプログラムを、基金のメンバーと共に実施している。これまで、 焦点の当たることの少なかったアメリカ大陸における日本人及び日系人アーティストの特徴を的確に指摘しながら積極的に紹介している。2018年10月よりアフリカのコートジボワールで始まる森林環境をテーマに行われるアビジャングリーンアーツビエムナーレのアジアアメリカ地域コミッショナー。ありがとうございます。